アンジェロ・エスマエル・ダ・コスタ・ジュニオールは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは GK。ブラジルでは、ジュニオール・コスタ、欧州では、アンジェロ・ダ・コスタもしくは単にダ・コスタと呼ばれている。2000年に e c ンとアンドレに加入。2004年のコパド・ブラジルでは、ジュリオ・セザール・マルティンスを抑えて11試合中8試合に出場した。2005年4月に契約を更新し、 2008年12月までの契約となった。コパリベルタドーレス2005では、ジュリオ・セザル・マルティンスの控えに回ったが、セロポルテーニョ戦は出場した。2006年のカンピオナートブラジレーロセリエ B では、マルセロ・ボナンの控えに回り、8月25日にして、シーズン初出場となった。この試合でもスターティングメンバーではなく、23分にボナンとの交代での出場であった。 2008年1月、レガプロセコンダディビジオーネのバレーゼカルチを SSD に移籍。2008年夏の移籍市場で、US アンコーナ1905に完全移籍した。移籍金は明らかになっていない。2010年にアンコーナが財政上の問題で、プロリーグからの撤退が決まると、UC サンプドリアに移籍。ルカ・カステラッツィ、マテオ・グアルダルベンを放出し、 アントニオ・ミランテを売却、レンタル移籍してきていたマリオ・カッサーノは買い取らず、マルコ・ストラーリは買えなかった中で、同じく新加入した、ジャンルカ・カクルチに次ぐ、第2ゴールキーパーの座についた。背番号は1番でカステラッチの番号を引き継いだ。2011年5月8日に行われたセリエ A の、デルビー・デ・ダ・ランテルナ、つまり、ジェノア CFC 戦で、初出場。 残り2試合で降格圏まで、勝ち点3という状態であったが後半に、マウロボセイリの得点を浴び、1から2で、敗北、降格圏まで、残り勝ち点2となってしまった。クルチの不調が続くため、最終戦となった、U.S. チッタ・ディッパレルモ戦でも出場したものの、ファブリツィオ・ミッコリらの得点を浴びて1から2となり、他方で降格争いを演じていた、U.S. レッチェが、 ダービー戦でエースバーリに勝利したためセリエビー広格が決まった。翌シーズンは15試合に出場。当初はセルフィオロメロの控えであったが彼の負傷により出場機会が増えた。昇格プレイオフではロメロが代表のため第一試合を欠場。彼が US サッソ幌ロカルチョ戦に出場し勝利をつかんだ。2012年6月6日に行われた。 プレーオフ決勝第1試合には一時的に戻ってきたロメイロが出場したものの再び離脱したため第2試合に出場した。そしてセリエ A 復帰となった。2015年1月20日にボローニャ FC に移籍。同年7月8日に新たに3年契約を締結した。ありがとうございます。